うずらの飛行場という旧日本軍の飛行場に行こうかなと。もともとのね飛行場の、図なんですけど、これがですね第二次大戦中の、川西航空機製作所の専用飛行場として、使われてたみたいですね。そうですね、ここに昔機銃があったということで、詰め所勤務の兵隊とその面会してる方がここで避難するというだね。実際70年以上の面影がまだ全然残ってるということで、ちょっとこれからね行ってみようかなと思います。これから行く場所なんですけど、うずらの飛行場という旧日本軍の飛行場に行こうかなと思います。これがですね第二次大戦中の、川西航空機製作所の専用飛行場として、使われてたみたいですね。新田が486機、新田海が44機組み立てられ、ここで、まあ、テストされたりしていたのだと思います。主に運用されていた機体は、93式中間訓練機、97式、艦上攻撃機ですね。で、神風ね、特攻隊の方も出撃しておりまして、63名の方が、命を落としたということです。まあ今日はね、そういうことをやっていこうかなということで、始まります。それではよろしくお願いします。この、一本ラインが道しるべとなってるみたいですね。うわ、懐かしい車が。で、この場所なんですけど、あの飛行場なんですけど、2008年に あのドラマとなったホタルの墓のロケ地になったようですね。先ほどの駅、爆弾庫、巨大防空壕、機銃座、飛行場跡があるということで、ちょっとこれをね行ってみようかなと思います。全部若干ね何があるかわからないっていう謎な部分もあるんで、謎スポット的な感じでね今日はやっていこうかなと思います。70メートル先に弾薬庫があるということで、はい、こちらがね弾薬庫ということで、100キロ爆弾、250キロ爆弾、50キロ爆弾で広角砲、大砲のね弾をねここで保管してたということで、このね奥までが 8.5 メートルあるということですね。ああ、なるほど、こういう感じ、光るんだ。防空壕、巣穴、この周りにも複数の防空壕がありますね。一つ二つじゃなくて、やっぱり空港の近く、弾薬庫の近くということで、そのまんま残ってますね。何か学校の門みたいな感じの、ありますね。その横しにはまたちょっと防空壕みたいな感じの、はい、これ先ほどはね、そのまんまの巣穴の、巣穴というかもう掘ったまま土のまんまの、防空壕だったんですけど、こちらの方はコンクリート式のね防空壕になってます。空襲の時にはあの詰め所勤務の兵隊とその面会してる方がここで避難するという目的で、作られたみたいです。これですね、姫路海軍航空隊、ここが詰め所ですね。
まあこれ再現だと思うんですけど、この場所ですね。ここに昔機銃があったということで、25ミリ連装機銃というのがねここにあったということで、主にね海軍の、戦艦とかそういう船とかに使われてた、機銃がここにあったそうですね。はい、まあ大砲というよりかはねマシンガンみたいな感じなんで。巨大防空壕ということで、はい、この観光マップの入れないですね、これが防空壕。航空壕内での、駐車場内での怪我等事故について一切責任を負いませんということで、見学には事前ボランティアガイドの予約申し込みが必要ですということですね。500メートル先に飛行場があるということですね。はい、ここがね、うずらの飛行場ということで、ここから、特攻機がね出撃したり、艦上97式、艦上攻撃機、あと訓練機がね、ここで運用されてたということで、まあ、あとはね川西のね姫路工場の組み立て、飛行機がねここで試験的に、運用されてたというか、テスト飛行ですかね、やってたということで、そうですね、飛行場の慰霊碑がありますね。もともとのね飛行場の、図なんですけどね、さっきね牛がいた、場所がここで、でここがまあ川西の、組み立て工場があって、まあ、今はなんかなんですかね、なんか重機があったり、なんかトラックがあったりとかしてるんですけど、ここが滑走路になっているということで、先ほど言ってた97式艦上攻撃機ということで、まあ、基本的には、爆弾そうです、ね、落としたり投下する爆弾とか、まあ、魚雷、船を、ね、沈めるための爆弾とかね搭載することができた、攻撃機なんですけど、まあ、これを、使って、まあ、練習したりということですね。昭和20年4月6から、5月4日まで、5度の出撃により全機失われ、63名の若い命が、失われたということで。大きなね、建物が見えるんですけど、あの中になんか飛行機の、形がしてるんで、ちょっとこれからね、行ってみようかなと思います。
で、さらにね、最後にラストスパートに、まあ、先ほどは室内にあってちょっと見れなかったんですけど、屋外で展示してるという、飛行機があるということで、ちょっとねそこを見て今日は終わりにします。というわけで皆さんお疲れ様でした。今日はね、うずらの飛行場に行ってきたわけですけど、まだね実際70年以上の面影がまだ全然残ってるということ で、まだねこの戦闘機とか練習機、まあアメリカ製のね飛行機なんですけど、まだね終わってから、自衛隊でもね訓練機として使われてまだ残ってるということで、またね機会があれば皆さんぜひ行ってみてください。それではスピチューブ終わります。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。